皆さんこんにちは、エフェボーチャンネルです。いつもエフェボーへの投稿、エフェボーチャンネルのご視聴誠にありがとうございます。さて、先日ね、ご紹介させていただきましたリルーラット、ツイッターでもね、多くの反響いただきましてね、誠にありがとうございました。で、森平ガキさんにですね、このプレゼント企画のですね、バッジの方、受け取りに行ったらですね、このようにじゃじゃんなんと大きさが全く違うということでですね、まあ先に画像でいただいていたので、エフェボーイさんてっきりまふみちゃんのこの缶バッジとミニバッジと同じサイズだと勘違いしてたんですよね。そしたらこんなに大きかったということで、でも封筒に入るみたいなのでね、今日から投稿いただいた方々にね、お送りさせていただきたいと思います。すでにね、何件か投稿いただいておりますのでね、既存の今現状で出ているプロコ製品であればですね、大丈夫ですので、まだたくさん、在庫ありますのでね、どんどん、投稿いただいてですね、一言リルラットとかですね書いていただけたらありがたいと思います。ということで、リルラット、そろそろ来週あたり、店頭に並ぶんじゃないかなと思いますのでね、ぜひとも店頭で試走なさって、また手に取ってね、この小ささ、つまみの小ささとかね、重さとかですね、感じていただきたいと思います。ありがとうございました。